簡単に自己紹介を AYA と申します。仲いい子はみんなあやちゃんとかって呼ぶんですけど、ローハイフーっていうヒップホップとか、まあでもいろんなバンドとかもいて、絵描きさんとかもいる、こうジャンルレスなプロダクションっていうか、もうそれもレーベルとかクルーみたいなところにいるんですけど、で AYA っていう名前で去年アルバム出して、このジャケット結構いろんなところで見てて、本当にいいの、ほらもっと大きい声で言っといてプライベートルームこれでも経験からとか、主にそうですね、とか経験までいかなくても自分がこう普段感じたことを投入して書いてるから、なんか普通のコジェポップとかって割とこう元気なだけの曲とかが多いでしょ、なんかいいことだけ言ってたりとかそんないい人じゃないのにだからもうちょっとぐちゃっとしたこととかダーティーな感情とかちょっとダークなこととかも入れてこうリアルにしたいなと思って書いてあります。どげついこと言ったりとか、本当の今 J-POP の人がやってる等身大ってもうちょっと精神年齢低かったりとか、オブラートに包んでるから、じゃなくてみんなもっとこうねぬめぬめしてるでしょ現実はもっと違いますからね。そこをなんか書きたくて、ちょっとギターと、はい、ギターとギターとアコースティックギターとエレクトリックギターです。エレキですは、たまに弾いたりするんですか。だけど、下手くそです、ギターは。ポンタリ下手、だからパソコンに逃げた。でも、独学？結局独学みたいなものなのかな。独学とか言うほど上手くない、本当に曲作りの時しか弾かない。だからもう、じゃあもう本当に感覚で音楽作ってる感じ。勉強は別にそんなしてないかな。したい方がいいと思うけど今ちょっとやってみたい楽器とかあるの？楽器っていうか、なんか音楽ソフトがあるんですね、はい、何個かあるかな。パソコンでやっていきたいかな、一人でやれるし、逆にこう一人でこうやって作ったりやることで一人でできない部分とかも気づいてくるから、レベルとかに入って他のこうアーティストの子とかと仲良くなれたのがすごい良かったかな。プライベートルーム。今はもうシンガーソングライター一本で、前はなんかあのナイロンっていう雑誌のファッションブロガーやってて、その1回目のプライベートルームのマリアちゃんとかとも知り合って、なんか音楽とファッションがこうコネクトしたアーティストになりたいなと思ってたので、例えばこう 80s とかだとマドンナだったりとか、今だとリアーナとかもすごいおしゃれだし、なんかそれでなおかつこう可愛い系じゃない人が好きなので、そういう風になりたいなと思って、であとこう昔はアコギでやってたんです。アコースティックギターを持ってライブしてて、ってなるとなんかあんまりこう女の子のお客さんがリサちゃんみたいなこうかっこいい子が来ないからそう、こういうとこに行きたいと思って、でなんかまずこうナイロンブロガーになったらそういう女の子と知り合ったりとかしてもらえるかなと思ってファッションブロガーやってましたね。プライベートルーム。なんか女の子のアーティストがすごい好きで、CD 見ます？持ってくるね、はい、持ってね。かな、好きなのは、どんだけあるんやって話。めっちゃいっぱいある。選べなくて、持ってこれるだけ持ってきたけど。ビヨンセとかな。ビヨンセ。好きです。いいですよね。タフで強い女の人が好きで、会いたくて震えたりしたくないんですよ、私。なんかわかります。そう。もう女性として強く生きてる。そうじゃないと。ブリトニーも聞くし、本当にチャーリー XCX、バブルスとかかってない、なんかポップシンガーなんだけど、インディーでも活躍できるくらいすごいエッジが効いててみたいな。ちょっとパンキッシュな感じがある子ね。お母さんがすごいパンクミュージックが好きで、普通にセックスピストルズとか、クラッシュとか。なんかさっき本ありましたね。ありました、そうなんかそういうパンクな精神の人が好きで、でなんか幼稚園がインターナショナルだったんですけど、英語を喋るようにみたいな、それもなんかその洋楽の好きなバンドの歌詞が分かるようにしたくて入れたから、はい、そういう家では。あ、でも結構音楽と近いところで、そうですね。なんかちっちゃい時におうちにあのケーブルテレビとかついて MTV とか見える、それで
わーみたいな、モームスとかから一気にそっちにそう行って、あ、でもモームスまでは通ってるの、通ってる、一番聞くことは聞いたから、宇多田ヒカルとかは聞くから、J-POP も。プライベートルーム、あ、でもそういう女性関連で、ね、ジェンダーとか、うん、すごい気にするかも。フェミニストとかっていうと女みたいな感じでみんな、うん、男の子すごい嫌な顔するでしょ。そうじゃなくて、結局そのなんだろうな、うん、なんかみんながもっとこう自由に生きやすくなるために、うん、なんかいろんなこう古い慣習から出しようよみたいなムーブメントなので、うん、みんなもっとちゃんと興味持ってほしいなとは思うんですけど、うんね、なかなか、うん、そういうちょっと難しく捉えられるようなことをポップになんか音楽に入れれたらいいなと思って、うん、試行錯誤はしてるかな、うん。本当の自分で戦ってる人って意外と少なかったりしますね。なんかキャラ設定をされたぐらい、それは超あるね。なるじゃないですか。うん、そう考えると結構あやさんって本当に等身大でいろんなものを使ってる感じが。どんな人に思われてるのか分かんないけど。でもなんか裏表がないって言ったらいいのか分かんないですけど、すごいなんか素の自分で誰にでもいるみたいな感じがして。もっと褒めて。プライベートルーム、最終的な目標とか、目標はかっこいいものを世に出したいなっていうか、絶対みんなどっちかなんでしょうね。すごいかっこいいものやってずっとアングラのところにいるか、うん、妥協してこうそこそことか、みんなと同じものを作ってグレるみたいな、どっちかだからじゃなくて、かっこいいものを作ってど真ん中に行きたいし、うん、結局さっき言ったジェンダーみたいなこととかもど真ん中に行かないと普通のマジョリティの人は聞いてくれないから、うん、エッジの効いたものメインストリームに行きたいなって思いますね。みんなそうしたいと本当は思ってるんだろうと思う。で結局そうやってエッジの効いた子とか変わった子とかちょっとはみ出た子が出ることによって、うん、こう多様性が広がるから、やらない人が行きやすくなるでしょう、うん。そういうこともひっくるめて生き方とかを提示できるアイコンになりたいから、うん、みんなを解放する人、あ、もっとこういう生き方があるよとか、もっと自由になれるよみたいなのを音楽だったり自分がこうアイコンになって表に出ていくことで、こういろんなこう選択肢をみんなに提示できるかなっていう、うん、そういう人になりたいですね、うん、大きくは、うん、ちっちゃい時いじめてたの。そう、今こんなペシペシ喋ってるけどその時はシャイで言いたいことも言えなかったから、うん、そういう時にその周りの人よりは音楽聴いてとか尊敬してるアーティストのこうインタビューとか読んで、うん、あ、なんか私もこのままで大丈夫なんだみたいな、こう励まされたから、うん、だから自分は今度は逆にそうなする立場として恩返しできないかなと思ってやってます、うん。え、全然想像つかないです、シャイとか。ねえ。プライベートルーム。ちゃんと大人になっててほしい。もうちょっとしっかりしててほしいし、日本だとこう若い方が価値があるみたいな感じでしょ。若ければ若いほどいいみたいな。で、こう若くいようとするじゃないですか。じゃなくて、ちゃんと普通に大人の女性で、自信持って生きててほしいし、でもこう、子供心も忘れずに生きてほしい。で音楽はやっててほしいですね。売れててほしいよね、本当にね、うん、その時は。で、こう、続けることによって、世の中にこう、かっこいい女の子が主流になってたら嬉しいかな。うん、でもっとこう、いろんな自由な世の中になってほしいと思う。学歴とか、出身とか、人種とか、全部、そういうものにとらわれずに、もっとみんなが自分らしく生きれる世の中になってほしいかな。で、そのムーブメントの、こう、参考になれたらいいなと思います。ありがとうございました。